今年はどんな仮装しようかな。お前がハロウィンなんてくだらないわ。ハロウィンなんてくだらないぞ。じいちゃん、いいか、あんなものは全員が個性的な変装を求めた結果、全員が無個性になるための祭りだ。そんなものより素晴らしいものがある。これだ。トースター？こいつはわしが30年の月笛で開発した人工知能搭載のトースターだ。トーストの出来上がりを音声で知らせてくれて、同時にトーストが飛び出すのだ。飛び出すなら音声はいらないと思うけど。トーストが飛び出す前に伝えてくれないとびっくりするだろう。ミサイルも予告なしに撃つのは人手なしだ。見ていろ。どうやら調子が悪いらしい。ネジの頭に30年前のピーナッツバターがついている。それでショートしたんだな。ネジならそこら中にあるじゃない。それではダメだ。これは1マイクロメートルの誤差もないほど正確なネジだ。かつて日本の技術力を象徴する電気街だった地、秋葉原で見つけたものだ。じゃあどうするの？問題ない。あの町なら古いものは全てそのまま保管されているはずだ。日本の経済成長は何十年も止まったままだからな。早速秋葉原へ向かうぞ。さあ冒険の始まりだ。ここどこなの？ここはわしの古い研究所と秋葉原を直接つなぐ異空間ルートだ。このトンネルを使えばあっという間に秋葉原に行ける。隠れろモーティー。何あれ？日本の妖怪だな。おそらく秋葉原からやってきたんだろう。秋葉原ってあんなのがいる場所なの？日本屈指の魔窟、奈落、スラム街と異名がいくつもある。恐ろしい場所だ。そんな地獄みたいな。秋葉原はまさしく地獄のように素晴らしい場所だ。撮影するぞ。どうだモーティー、ここが地獄の秋浜だ。わあすごいや。なんだここは。壊れそうなビルも駅前のバスケコートも企業ロゴだらけの看板も全てなくなってしまっているではないか。これでは違う意味で地獄だ。そうかな、天国じゃない。メイド喫茶、僕興味あるの。じゃあこっちへ来て。あのレディオホールもなくなっている。ネジ屋がなければネジを調達できんぞ。おモーティー、どこだモーティー。さあここよ。すごい。私のことはミルクって呼んでね。はい。坊やもコスプレする？するする。まったくモーティーのやつめ、一体どこへ行ったんだ。ネジ屋も見つからんし、こうなれば私の古い研究室に残っているか確かめるしかない。確かこの角を曲がれば、わしの趣深い研究室が、ならば地下の秘密実験室だけでも。おお、懐かしの我が実験室、すべてあの日のまま動いている。ん？なぜ30年の月日が経っているのに。ん？リック。お前は誰だっけ？なあ、俺を忘れたのか。誰だ？私の名は山田久作、貴様の永遠のライバルだ。かつて貴様は私の研究する超常現象を幾何学的だと一蹴した。そして忘れもしない30年前のあの日、白熱した議論の末、貴様は怒ってこの部屋から飛び出し、腹いせにドアをコンクリートで固めてしまった。それから幾年月を経て、私はこの場所でずっと研究を続けてきた。そしてついに貴様が現れたのだ。どうだ、思い出したか。なあ、この辺にネジがあったはずだが、知らんか。ネジならな、D 列の上から3番目の。なあ、絶対に許さん。なんだか知らんが、できるものならやっつけろ。リク、逃がさんぞ。なんだここは。壊れそうなビルも、駅前のバスケコートも、企業ロゴだらけの看板も、すべてなくなってしまってるではないか。おじさん、ん、すごくかっこいいコスプレだね。おい、コスプレとはなんだ。ただいま。お帰りなさいませ。はあ、それって何かの制服？クールだね。おじさんもスタンプ集めてるの。ただいま。スタンプ？これだよ。来店1回でスタンプを1つ押してもらえるんだ。ただいま。おかえりなさいませ。スタンプを10個集めるとミルクちゃんとのツーショット写真を撮ってもらえるんだ。そう、スペシャルなサービスよ。新しいご主人様、ご案内。私はこのような娘に惑わされたり絶対にせんぞ。しまった、思わず逃げてしまったが、あいつならネジのありかを知っていたかもしれん。久作、どこへ行った。行ってらっしゃいませご主人様。見つけたぞ。まさかモーティーのノウハウを追ってきたらお前に出くわすとはな。久作、今すぐ研究室に戻るぞ。今大事なところだ。あと1回来店すればスペシャルなサービスが受けられるのだ。あと一つでスペシャルなサービスだったのに。許さん、許さんぞリックめ。この地に眠りし大地の巨人よ、蘇る。じいちゃん、何をやらかしたの。わしじゃない、こいつが悪いんだ。あー、目覚めよ。わー、これって日本のハロウィン。30年の研究の成果だ。あの部屋に私を閉じ込めたことを後悔するがいい。やりきれ、モーティー。何のコラボイベント。
ても同じだ。お前愛しき妖怪たちよ、この街を破壊せよ。人目を忍んで生きていた妖怪たちよ、好きに暴れるがいい。うわ、大変だ。いざ救策、こんな秋葉原など全て壊してしまえばいいんだ。スペシャルなサービスは私のもの。ミルクちゃんが。じいちゃん助けなきゃ。はあ、あれは堕落した秋葉原の所長だ。どうしてわしが。あの娘は。おい、ネジをくれ。 10.8 ミクロン幅でアルファマイクロメートルのスタミックネジ、誤差は許さん。難しいね。だったら日本の町工場で作られた希少なネジさ。おお、完璧だ。寸分の狂いもない。これでトースターが改造できる。あれか、わしの娘だ。来年小学生だよ。この子もネジが好きでね。お前はまさかネジ野郎。そうよ、私はネジ屋の一人娘。30年前父はお店の立ち退きに反対して商工会を追われた後消息不明なの。そうだったのか。ちょっと待ってよ、30年前ってことは今ミルクちゃんはいくつなの。私は父を探し続けてる。父が残したネジを身につけてね。あのネジは娘を助け出すぞ。お前には渡さん。ミルクちゃんだ。かくなるよ。何やれ。こいつで奴を倒してあの娘を助け出す。お前はこれをかぶれ。いいか、このロボは2人の脳波を使って動かすシステムだ。わかるな。息を合わせればいいの。そうだ、行くぞ。1、ちょっと待ってよ、1で行くの。ああ、3だな。3だね。1、2、3。じいちゃん、3、4で行くの。2、3のタイミングだ。どっちなの。もういい、そこをどけ。何するの、僕たちチームじゃない。我々の間にはチームプレーなどという都合のいい言い訳は存在せん。あるとすればスタンドプレーから生じる私のスタンドプレーだけだ。じいちゃん、それ。そうだ、このトースターの人工知能をお前の代わりに使う。そんな。お前は何も考えずにそこに座ってろ。ノイズが入る。発信します。それが貴様の科学とやらの結晶だな。これは科学ではない、ロマンだ。よまいごとを。絶対に押すな。とにかくそのボタンのことは忘れるんだ。分かったよ。よし、最後の仕上げ。スペシャルハイパーダイナミックエクセントリングだ。ロケットパワー。ハダメスーパーストロングパンデミックテクニカルな。あ、エマージェンシー、エマージェンシー。モーティ、お前自分で何をしたか分かっているのか。ごめんじいちゃん、でも押すなって書いてあると逆に押したくなるよ。そんなヘリクス通用せん。お前のせいで半径40キロメートルが消え失せるんだぞ。みんな死んじゃうの。そのカマの目、爆発までにゃ。捕まってろ。いたぞ、あの娘だ。今さら何を悔やんでいる。一人でも助けるんだ。もうや、ミルクさん飛んで。さするか。QRF を呼ぶぞ。 QRF? クイックリアクションフォースのことだ。これで今月の飲み代がパーだ。パンが焼けました。坊や。ミルクさん、ただいま。お帰りなさい、ご主人様。よし、オッケーだ。帰るぞ、モーティ。だって秋葉原をこんなにしちゃって。問題ない。この荒れ果てたちこそが秋葉原だ。それにどうせここにいる連中はこのアニメは見ないから安心だ。嘘でしょ。そんなのでいいの。僕何かの罪に問われないの。いっぱい人が。行くぞ。よし、もうすぐだぞ。トーストなんてどうでもいいよ。トーストの出来上がりまで。どうやらトースターは行ってしまったようだ。己の身を犠牲にして結果だけを残すとは、まるで古き良き巨大ロボのようじゃないか。なあ、モーティ、この穴の先は秋葉原かもしれんな。知らないよ。おじいちゃんたち騒がしいわね。
へえ、あなたの仮装クールじゃん。アメリカ最高。ここはどこだ。俺は生きているのか。生きている。いいか、必ず復讐してやる。くそ。